無料個別相談、介護職向け LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さんこんにちは、ケアキョウです。今回は介護業界でもハンコ不要のニュースについて解説をします。皆さんは仕事の中でのハンコの必要性どう感じていらっしゃいますか？ぜひコメント欄で教えてください。介護業界では様々な書類があり、ハンコを押すシーンも多いと思います。このハンコについて大きな進展がありそうなニュースが先日報道されました。先日の河野デジタル大臣の記者会見では、事業者と利用者の契約の際に押印を求められるケースがある、今の押印廃止の流れに逆行しているのではないかという声がデジタル庁に寄せられた。利用者の利便性を向上させる観点から、契約時の認め印は省略可能であるということを厚生労働省から業界団体などに改めて周知していただく、押印が不要だということが明らかになっている契約書の様式を標準的な様式として厚生労働省から事業者に示してもらう、今後ともデジタル化の恩恵を感じてもらえるよう着実に取り組んでいくとの河野デジタル大臣のコメントがありました。介護の業界においても利用者さんと契約書の押印など様々な書類がありますが、そういった書類も今後押印を省略可能となっていきそうです。そこでケア庁では介護職の方に緊急アンケートを実施、413名の方にご協力いただきありがとうございました。その結果がこちらです。河野太郎デジタル層は記者会見で、介護サービス事業者と利用者の契約時のハンコの押印は省略可能という見解を示しました。現場の皆さん、ハンコについてどう思いますかという質問に対して、ハンコは必要ですという方が 32%、 ハンコは省略可能ですという方が 68%、ハンコを省略可能だと考える方が3分の2程度、必要だと考える方が3分の1程度という結果になりました。具体的に寄せられた声がこちらです。まずはおそらくハンコを必要だと考える方の声がこちらです。ハンコを使っている。契約書だけハンコをもらってます。契約書はサインだけです。ハンコが必要としたのはサイン代わりのシャチハタね。枚数多いと漢字の画数が多いのでめんどくさい。こういった声がいただいています。一方でハンコが不要だと考えるも不安を訴える方の声がこちらです。知識不足ですみません。ハンコの押印が省略可能ということは、契約時の書類にサインが不要ということなのかな。後で揉めないならいいでしょうが、少し怖い気もします。このような声も聞こえました。今回は介護業界でもハンコ不要のニュースについてご紹介をしました。皆さんは仕事の中でのハンコの必要性どう感じていらっしゃいますか？ぜひコメント欄で教えてください。ケア庁では無料の LINE 相談窓口や転職・求人のサポート室を開設をしています。 LINE の相談では、こちらのような人間関係、介助術やお仕事探しなどのご相談が無料でできます。登録方法は4ステップ。ステップ1、コメント欄にあるケア庁のコメントをタップ。ステップ2、一番上の URL をタップ。ステップ3、ケア庁相談室の説明ページが出てきますので、 LINE に登録してみるをタップ。最後に友達追加をタップ。これで登録完了です。マガジンなども届きますので、ぜひお楽しみください。また転職・求人のご相談も受け付けています。こちらの相談方法は3ステップ。ステップ1、コメント欄を開いていただく。ステップ2、今度は真ん中の URL をタップ。最後に開いたページから情報を入力し送信。完全無料で求人の紹介、面接の対策ができます。ぜひご活用ください。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケア庁では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それでは次回の動画で、さよなら。